はい、かっちゃんです。今日も、スクワットをしながらやってきますが、XM3 とスーパーミックスを使ったダイエット、今日が18日目です。朝体重計に乗った時は、107.5キロでした。真っ裸ですけどね。体脂肪率とかにあまり変化はなかったんですが、昨日、飲んだもん食べたもん全部出しましたみたいな感じですかね。今日もスクワットを、15回5セットしてから、ぴょんぴょんエクササイズをします。で、ぴょんぴょんエクササイズは3セット。はい。3分3セット。っていうのは、1つ目はこの動画のまんまね、YouTube にあげます。はい。そして、2回目はこの XM3 を使ったダイエット。LINE グループがあって、人生最後のダイエットという LINE グループがありまして、そこはね、5分しか載せられないので、そこ用にショートバージョンを撮ります。そして最後に IGTV 用に縦バージョンを撮って3セット。まあそんな感じでやっていくんですが、まず最初の、スクワットをやりながら XM3 の説明をしたいと思います。はい。で、同時に同時に、ギターの練習の動画も撮ってますので、そちらも応援よろしくお願いします。まずね、スクワットなんですけども、そう、この動画だと私がどこまで下げてるか見えないでしょ。あんまり下げてないんです。ごめんなさい。で、XM3 なんですけど、ダイエットサプリです。はい。よいしょ。よいしょ。これ喋りながらと数が分かんないな。これ5回目かな。よいしょ。その、インターバルの時ちょっと喋るかな。よし、1、8、9、10、11、12、13、14、15、16。はい。そう。で、ですね。モヒンガ、モモンガ。ちょっとね、明日こそしっかり調べておきますね。を使う主成分の、ダイエットサプリなんですけど、XM3 は国内非売品です。はい。直輸入で、購入してます。はい。ラウンド2。よし。1。二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五。はい。そう。で、XM3 とスーパーミックス。スーパーミックスはですね、必須栄養素たっぷりの、まあ、栄養ドリンクというか、栄養素たっぷりの粉末ですね。粉末です。はい。そう。で、3回目。よし。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい。そう。だんだん暑くなってきた。はい。でですね、朝1錠を飲んで、
あとは水をガバガバ飲むんですが、スーパーミックスを私溶かして、朝一発目に、500cc ぐらいと XM をバーって飲んじゃいます。はい。その後、1日、そうだな、飲めるだけ飲んでますけど、だいたい4リッターぐらいは飲めちゃうかな。はい。もう体がポカポカして熱いからね、もうどんどん飲まないとやってらんないみたいな感じになります。今日お水取りでこんばんは。よし。3回目 ?3 回目かな。数間違ってたら、まあいいや。3回目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、あと2回。そう。なんか多くやった気がするな。まあいいや。そして、水ガボガボ飲んでやっているんですが、そう。一番すぐわかるのは、なんていうんだな。飲んだ直後に、天然カフェインがちょっと強いんでね、ふわふわふわーってした感じがします。はい。まあ、飲んだ直後に車の運転はちょっと危険かもしれない、もしかしたらね。はい。で、その後、全身ね、がポカポカしてきて、まあ、とにかく喉が渇く。もうガボガボ飲んじゃう。で、その後にですね、そう、3日4日でね、もうちょっと体シュッとしてきたかなって思うぐらい、食べる量が入りますね。はい。行きましょう。食べる量は後で。あと2回。よいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、あと1回。で、そう。ですね。もともと私ね、1回の食で3合ぐらいとかね、フランスパン1本とかね、食パン、6枚入りとかね、全部一人でペロって食べて、炭水化物お化けだったんですけども、まあ、ヘタヘタ、意識はしたんですけどね、食べなくても食べたいと思わなくなったかな。で、今はですね、だいたい朝はスーパーミックスと XM3 だけ。で、お昼は、ちょっとご飯食べて、だいたいね、お米で1合ぐらい。あとは、まあ、いろいろ食べながら。はい。で、夜は、食べない時も多いかな。お茶飲んだりとかね、するぐらいで済ましています。まあ、そんな感じでね、食べる量激減して、体重もヒューって。まあ、ぶっちゃけね、食べたいって思うのを抑えられれば、あとは、栄養素も取ってるし。はい。では、行きましょうか。あと、1回、2回、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい。あっちな。そう。で、まあ、必須栄養素もそれなりにとって、食べる量も抑え、ダイエットサプリを飲みながら運動もしてるって感じで、まあ、それは下がるだろうみたいな、体重落ちるだろうっていう感じなんですけども、はい。そんな感じで、目指してます。で、今日はね、今日11月、20日なんですけど、あと10日間で、なんとかね、最初の目標の100キロを切るっていうのを達成できたらいいなと思います。まあね、一気にダイエットしてるんで、まあ徐々に、
体重、目標体重の80キロを下回ったら、徐々に徐々にリバウンドしないようにね、ゆっくり、ペースを落としていきたいと思うんですけれども、とりあえずは、最初の目標100キロをあと10日で、7.5 キロ落としたいと思うんですが、どうなるかわかりません。目標があった方がやりやすいかなと思ってます。まあ、そんなわけですね、ぴょんぴょんエクササイズなんですけど、今日は、3セット。で、喋ってる分も入れると、4分からスタートします。そう。そう。あとね、ちょっと今日、室内なんで、まあまあ、でっかい音立てられませんから、まああまり大きい、ぴょんぴょんはしません。はい。さて、始めます。よし。今、タイマーは3分30秒くらいで、まあ、音が鳴るまで続けようかな。はい。でですね、SMA3 飲み始めると飲み始める前っていうね、まあ、ダイエットって、人に言われたい、やったりします。私はダメなんですよ。自分でやりたいと思わないとダイエットできないんですけども、まあ、ダイエットやるっていう決めるときも、まあ、もともとね、XM3 を試しにまやってんかっていう感じで始めました。で、まあ、最初ね、動画撮ってたところ、面白いだいってことで、まあ、継続して動画撮ってるんですが、180日間でマイナス30キロですからね。はい。私にとっては、前人未到のダイエットです。で、今、動画はね、17日って出てますけども、実際は、まあ、前に10日間あったので、27日目、だいたい1ヶ月ぐらいですね。で、1ヶ月で、だいたい10キロは打ってるんじゃないかな。はい。だとすると3ヶ月で、もう今日体重いっちゃうんですけども、まあ、そう。目標はね、行ったら行ったでね、上昇修正すればいいと思いますね。はい。だって、80キロって言ったら、そう、中学ローにして食ったらこれも体重だからね。そう、あと2分。そう、もう、足パンパンな。そう。で、ただ20キロ、70キロって言ったら、中学生、一番ね、部活で、バレー部だったんで、運動した頃の体重ですね。で、私、身長が、174センチあるんで、そう、70キロだったら、かなりスリムじゃない？あと1分30秒。きついな。喋れなくなっちゃう。そう。なんで、まあ、もし、180日間以内に、目標の80を超えたら、その先は70を目指したいと思います。スタートして、今日1ヶ月でしょ。1月の後半には80キロ、2月の後半には70キロ。まあ、そんなできたら最高ですね。で、この XM3 っていうタピもスーパーピックスも、はい、試してみたいって方、ぜひメッセージ、電話、LINE、まあ何でも結構です。コメントでも結構です。連絡いただければ、4日間分、無償でプレゼントさせていただきます。ぜひ、サンプルを試してみてください。まあ、その他にね、LINE グループで、こんな感じだよっていうのに報告させてもらいますので、それはご承知ください。テイクは終了。ガッチャンでした。これから、テイク2を撮ります。ピッ。今日の動画いかがでしたか？
まあ、毎日少しずつ頑張ってるかっちゃんです。そんなわけでね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい、そしてですね、チャンネル登録していただいたいただけば、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも声援ありがとうございます。ガッチャンでした。